どうもドズルです。はい、ということで今日もやっていきましょう。夜のクラクラのコーナーです。はい、ということで本日もやっていきたいと思います。さあ、ということで皆さん、ビルダーホールがあと1日と3時間で完成するんですけれども、待ってません今日はねちょっと時短をしていこうかなと思っております。毎日ちょこちょこね夜村やってるんですけど、資源がちょっと溢れちゃうのはさすがにこう許せないなというところで、まあ、533円目、最近ねクラクラの課金塾とかですごいエメラルド使いすぎて本当にきついんですけど、これちょっと使っていきたいと思います。さあ、いきます。ポチッ。さあ、ビルダーホール6になりました。これで結構防衛施設とか、あ、結構いいですね。壁が増えるのと、アーチャータワー1機、クラッシャーがでかい。やっぱクラッシャー1つ増えて、地雷、あ、メガ地雷も1つ増えるんだ、知らなかった。そして、バーナーという感じでございます。この一番右のメガテスラっていつ出るんだろう。まだ出てないですよね。この10号までは出てるんですけど、メガテスラは近日公開らしい。なるほど、なるほど。さあ、資源系は変わらない。じゃあ、防衛施設だけか。基本防衛施設だけですね。キャンプも変わらないということなんで、最速でまずはバトルマシンレベル5、こちらをね、目指していきたいなと思います。防衛施設はどうだろうな。壁とかだったらノータイムで建てれるし、アーチャータワーも5分で建てれるんで、とりあえず地雷とか置いとこう。あるに越したことはない。ここら辺はもうノータイムで置けるんで、ノータイムで置き、さらにこの壁もねノータイムで置けるんで、ノータイムで置きましょうと。はい、あ、結構置けるな。あ、4つ、4組ね。さあ、そしてビルダーホール6パック。なるほど、3倍バリューか。ちょっと待って、よくない？クラッシャーとブアーナーが一気に建てれるっぽい。これちょっと2400円で購入を検討しましょう。買っちゃいました完了いたしました。これでどうなんの。はい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 。うわー、2000。ちょっと待って、エリクサ損したかも。あ、いや、エリクサ損してない。見て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 、最大の2倍。やばい、こういうことあり得る。最大の2倍になってますね。あとは2設置。はいはいはい、クラッシャーも置くと。 OK、 2500エメラルドプラスエリクサはこれ損しない仕様なんだ。すげえ良心的。じゃあもうこれいきますよ、いきなり。せーの、ポチンキ。さあ、そしてこれも時短。さらにもう一回いける、もう一回いける。やったやった。やば。ついについにレベルマックス、レベルマックスっていうか、あ、まだあるんだ、まだあるんだ。ついにね、能力を解放いたしました。むっちゃテンション上がってる。これですよ、これ。私が使いたかったのは。このバトルマシンの能力が解放すると、めちゃめちゃ強いらしい。ということで、やっていきましょう。ちょっと待って。さすがに配置これだと、さすがにあれだから、次の、動画までに、ちゃんと配置は整えるとして、さすがにこれだ、これはもったいないでしょ、さすがにね。上がった。入り口に、クラッシャーを置く。右にクラッシャーを置いて、絶対ね、ここら辺アーチャーで削ってくるんですよ、相手アーチャーで削ってくるんで、アーチャー削りをこうやって阻止する。こうやってね、相手ここら辺アーチャー置いてくると思うんで、アーチャー削りを阻止しつつ、バーナーでも焼き切ると。よし、これでいきましょう、一旦。いや、嬉しいな、マジで。こんな感じかな。よしよしよし。メガ地雷どうする？右からどうせ入ってくるよね、この配置だったら。メガ地雷を、じゃあ、そうだな、ジャイアントこっち行かないと思うんで、一旦こうやって、メガ地雷ここに置いとこうか。よし、気持ち程度のメガ地雷。よし、行きましょうか。これで、バトルマシンレベル5。使っていく。ちょっと待って、キャンセル押さなかった。資源時短できてないですね。勝っても負けても資源ゲットできないという謎の戦いでございます。まあ、トロフィーをかけた熱い戦いということでご覧くださいませ。さあ、相手もビルダーホール6。ただし、昨日までの俺じゃないぜ。昨日までの俺とは違うぜ。違うんだぜ。どういこうかな。ユニット数変わらないっていうのがまたちょっと難しいですけどね。またこう、人間っていうのは欲深きもので、一つ手に入るとね、次が欲しくなっちゃうんですよ。そういう生き物だから。ボンバーで壁開けしつつって感じにしようかな。普通に成功法でいきましょう。で、バットルマシーンの使い方はちょっとよくまだ分かってないんですが、あれ、地雷を置いてそうだけど置いてないね。さあ、ここで、はい、ボンバーを広く、飛んだ、飛ぶ。
飛んでいく。さあどう、バトルマスシーン、バトルマスシーン中行ってる。オッケーオッケー。バトルマスシーンは特殊能力で一定時間クリアするとね、特殊能力また使えるようになるんで、一回ここで使っておきましょう。はい、一回使って攻撃力アップして体力回復して、一定時間経つともう一回使えるっていう仕様だよね。あ、これ何回、あ、結構あれだな、遅いな、回復時間が。よし、ここで使おう、もう一回。はい、ガーンして、体力も回復したところでガンガンと。よしよし、悪くない悪くない。やっぱ強いわ。レベル5になると、バトルマシーンが本当に一人で無双してる。ジャイアント一枠でいいな。もう今までのジャイアント枠も、こいつがやってくれそうな勢いだから。いや、強っ。マジで強い、本当に。結構序盤のアーチャーとか、役に立たなかったけど、バトルマシーンだけで全部持っていきそう。やば、こいつマジ。強すぎだろ。バランス大丈夫か、本当。強すぎワロタですね、これは。いや、やっぱヒーローって感じしますね。初めてバーバリアンキング手に入れたみたいな、それぐらいの感動がある。しかも何回も特殊能力使って体力回復できるっていうのがこのバトルマシーンの面白いとこですよね。さあ 65%、67% ぐらいかな。多分勝ったでしょ、67% 取れれば。よし。でも相手もレベル5の可能性ありますからね。ここは多分届いて終わりと。さあ来い。あー 100% 取られてる。ダークネクロレベル7か、仕方ないね。まあでも今の負けても勝っても、これ何だったっけ、バーサスボーナスがね今解放されてなかったんで、よしとしましょう。じゃあともう一回攻めて勝って終わろう。ゴールドが結構あるんですが、ここら辺でも2時間とか5時間とかかかるよね。 OKOK。 じゃあ一回とりあえず行きますか。よし、行きます。配置変えないとな。よし、レッツラゴー。レベル5。相手もビルダーホール6ですね。これで同格。今までビルダーホール6と当たったら、また格上かと思ってたけど、もう気持ちは同格。よーし。あちゃあちゃジャイボンで、縦で殴るか。どっちから殴るのが正解なんだろう。横っ面から殴っ、いや、こっちから殴っていこうかな。下、6時方向。アーチャータワーと大砲のあたり。ここら辺から行きましょう。参ります。あ、難しいな、でも。バトルマシーンをどうやったら活かせれるかっていうのを考えながら。行くよ。ジャイでタゲ取って、ボンバーで開ける、ボンバーで開ける。ジャイでタゲ取って、さあ、バトルマシーン中に入れる。中入ってるよね、これ。OK。で、ボンバーは1回ではやられないようにしたいんだが、さあ、ジャイでうまくタゲ取りしたい。ボンバー頑張れ。ボンバー、壁開けろ。よし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 。で、特殊能力使う。悪くない。で、さらに2体中に入れる。特殊能力もっと早く使った方がいいんだろうね。もう使えるときは最速で使っていこう。よし、ここ。よし、OK。この画面にもう一度ヒーロー能力を使うには待ってくださいが、こう、羅列されるのはちょっとかっこ悪いな。見栄えが良くない。ただ、ギリギリのところで、いけいけ、あー、無理だった。惜しい。これ今、一回いけるかいけないかでだいぶ変わってきますよね、パーセンテージも。いやー、でもやっぱ、バトルマシンレベル5になったら全然違いますわ、ほんと。普通に何も考えずに出しても、星2つ70とか余裕でいくんで、強バトルマシーン。さあ来い。よし、勝利。ありがとうございます。さあということで、本日も結構資源をゲットしたので、次どうするのがいいんだろうな。やっぱバトルマシーン強化していくのがいいですかね、そのエリクサーの使い道としては。それともユニットかな。一旦レベル5にしたんで、この後ユニットを上げるべきなのかどうかっていうのはちょっと皆さん教えてください。なるほど、ラボ自体も上げれるのか。ラボ上げてこうバーバリアンとか上げていくのも全然作戦としてはありですかね。うん、ここはちょっとね、皆さんに聞きたいと思うんで、コメントでぜひ教えてください。まあでもバトルマシーンレベル10になったら本当に無双できそうですけどね。まあそこら辺も含めてね、いろいろ検討していきたいと思います。レベル6の配置をどうしようかな。結構ね、この
ビルダーホールレベル5のこの配置テンプレートなんですけれども、なかなか頑張ってくれていい配置だったんで、まあ、今後もちょっとねビルダーホール6でおすすめの配置とかね調べて作ってみたりだとか、オリジナルで作ってみたりとかして、防衛力も高めていきたいと思います。今ビルダーホール7までありますからね、これトロフィーが上がっていけばどんどんビルダーホール7と当たる確率も増えてくると思うんですけれども、まあ、その分資源もゲットできやすくなりますからね、そのトロフィーが上がれば上がるほどということで、まあ、今後も夜村まったり遊んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ本日の動画こんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。